鶏ラーメンで、はい、ありがとうございます。煮卵トッピングで、ほんならみんなが美味しいって言ってくれて、そこでプチーンとラーメンっていうのがもう最初はね、8年あのラーメン作ってるんですけど、今日は味が美味しいとか、もう麺がええように火が入ってないとかごめんなさい言いながら、友達が作らさせてくれたんですよ。寒いんでね、八歩で出させてもらってるんですよ。ビールを持ってきます。はい、ごめんなさい。はい、失礼します。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。先に卵入り、ごめんなさい。すぐ作ってきますね。これはね、幼馴染のお父ちゃんが作ってくれたんですか。このリアカーね、もともと薪を積んで、はい、そこにドラム缶ストーブを作って、あ、そうなんです。煙突の跡があるんですよ。作る、あ、引いてるところが一瞬乗ってて、あ、そうなんですか。2021年ぐらいの、2年前ぐらいのあれだったんですけど、あれ誰かが撮ってくれた、あ、多分そうですね、やっと出会えたみたいな感じで書いてました。ありがとうございます。仲間が助けてくれたんですけど、給料も出すこともできんから、いろいろともうやめますみたいな、うん、で、まあ、ここでね、うん、ラーメンをあのどうですか、やめるわけにいかんので、うん、もう、ね、なんていうんですかね、なんか生きがいみたいな感じ。そうですね、仲間うちを集めてバーベキューとかよくしてたんですよ、はいはい、なんか知らんけど豚骨ラーメンを作ってね、その時豚骨、まあ、うち今醤油なんですけど豚骨ラーメンはあの豚の頭であの作ってみたんですよ。ほんならみんなが美味しいって言ってくれて、そこでプチーンとラーメンっていうのが入ったんですよね。はい、そっか。もう最初はね、8年あのラーメン作ってるんですけど、あ、8年やられてるんですか。8年やってますけど、もう最初はもう素人なんで、うん、もう今日は味が美味しいとか、もう麺がええように火が入ってないとかごめんなさい言いながら、友達が作らさせてくれたんですよ。そうなんですよ、あのどうですか、あの前ね、うどん屋があったんですよ、この近所に。で、そこがもうやめるからいうことで、で、やってみたんですけどね、1年やってみたんですよ。もうちょっともう来る前が忙しくて、他送ったけど返事はなかったな。うん、大丈夫よ。いしょ、はい、大丈夫です。寒いんでね、八歩で出させてもらってるんですよ。おはようございます。どうぞ。もりラーメンを。はい。はい。もりラーメン。もりラーメンで。はい、ありがとうございます。煮卵トッピングで。と、ライス。ライスを。はい。あ、僕もライス。ライスを。はい。はい、煮卵を一つだけでいいですね。はい。しました。
もう八方じゃないとね、すぐ冷めるんですよ。持ってきます。はい、ごめんなさい。はい、失礼します。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。先に卵入り、ごめんなさい。すぐ作ってきますね。よし。はい、来ました。はい、すいません。お待たせしました。ありがとうございます。これは大根を湯がしてまして、米のとげ汁で、はい、これも裏メニューみたいな、裏メニューおでんの大根、あ、おでんの、の仕込みですね。うーん、はい、結構手が込んでますね。硬いで言われてね、お客さんに。はい、あ、どうぞ、はい、ありがとう、ありがとう、こっちで、ありがとうね、よくありがとう。ありがとう。じゃあ、ラーメン一つください。はい、ありがとうございます。いいですね、あっさり。あっさりでね。口に優しい感じで。いや、スープと麺の絡みがいいですね。そうですね、入ってるのが玉ねぎ、うん、スープの方には玉ねぎ、にんにく、生姜、はい、で昆布、うん、で豚と鶏ガラですね。うん、なんかすごいスープ飲んで口がなんかまろやかになるっていうか。ああ、はいはい、はい、でラーメンのタレにも無駄があると思うんですけど、玉ねぎ、長ネギ、生姜、にんにく、椎茸、いりこ、すごい手が込んでるなっていうのが、素人なんでね。あ、でもすごい美味しいですよ。いやいや、ありがとうございます。今日ごちそうさまでした。ありがとうございます。楽しかったですね。あ、もうそうだね。まだこれからです、はい、これからあれですか、もう4月からお店の方移転というか、4月いっぱいまでここでして、まあ分からないです。5月、入って片付けをしながら、実家でとりあえずやっていって、全部片付けてここでプレハブ、はい、プレハブだってやりたいなとは思うんですけど、いずれはですよね。いずれはね。それまでは実家の方で、はい、そうです、そうです。それも普通の一般のお客さんってもう来れてる。そうですね、はい、もう誰も住んでないんで、ちょっと使ったかったね。その情報は YouTube とか上がったりするんですか。インスタですね。インスタグラムに上がりました。じゃあ4月中まではもうこちらの方でお美味しいラーメンがいただく。ありがとうございます。ですよね、はい、ありがとうございます。今度はもうね、もう外の思い出は、ね、もうたくさん作ったんで、店舗展開に行きます。はい、頑張ってください。お金持ってないんでね、プレハブから行くと思います、多分。応援してます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この
動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。